まずホームのファジアーノ岡山です。前節からはメンバー4人入れ替えています。ゴールキーパーが堀田、ディフェンス4バック川野、ヨルディマイス、柳に高木、そしてダブルボランチは河合と田部井、右が田中、左が佐野、2トップステファン・ムーク、桜川、ソロモンを予想しています。ゴールキーパーが上田、3バック右から久富、川島、山原、ボランチに新井と水野、右ウイング久保、左ウイング榎本、そしてシャドウの位置に横山と岩渕、ワントップは今シーズン12ゴール得点取ってます渡辺亮です。様々なバリエーションをしっかりと持ってますし、そこを逆に岡山はどう攻略するか。さて高木、上がらずにサポート佐野光大、佐野から一気にさあ中田、お入った中雄大、ステファン・ムーク、あーここはナイスカバー。ムークもね、落ち着いて決めようとしたんでしょうけれども、最終ラインの体を張ったプレーにゴールを阻まれたというところでしょうか、はい、そのあたりはしっかりと考えた守備をしているはずですし、まあ、岡山からすると攻撃のところでセットプレーも取りたい。おお、ここはセカンドボールからヘディング、さあ渡辺亮、渡辺亮シンプルですけれどもいいフィニッシュまで行きました。そうですね、渡辺です。自分の相手のこのミスのところからここまでは川島や山原をターゲットする機会が多いですけれども、渡辺もコミュニケーションを取って今各ポジションに決めました。また中に入ってヘディング、またアウトサイド抜けていってホイッスルなし、もう一度左サイドから上げてきた横山、オーグラウンダーのボール、最後ゴール認められます。先制グジエダマイエフシー、セットプレー崩れ、先制はグジエダマイエフシーです。右から左、はい、そして左からのクロスが抜け出てきたところを、本当に雨天のスリッピーなグラウンドを意識しての抑えを利かしたシュート、はい、アイデアがあったことから生まれた素晴らしいゴールでしたよね。ここから入ってきて抜けましたね。そうですよね。そしてここを打ち切ったというところ、バイスに当たったというところでしょうか。そうですかね。最後オンゴールなのかもしれません。中央、田部井から田中雄大、右には川野います。田中前向く、バイスも上がってきました。ここで川野のクロス、ヘディングシュート、クロスバーの上、いい形でシュートまで行きました。田中雄大、バイスフィードにも非常にこう精度があります。桜川、ソロモン落としたところに選手はいません。縦パスつけて横山から渡辺亮、横山に出た、さあボックス内、横山どうするか、折り返して渡辺、お右、おいやシュート、最後フィニッシュ岩渕。いや狭いところを横山が、中央の渡辺、はい、そしてシンプルに渡辺がラストパスを出し、ここはスペースには行かせませんでした。田部井がいましたが前線坂本、ここで収まります。いやいいタッチでしたね、はい、今坂本前向いた、佐野コーダーもいる、坂本からパス、佐野、ムークがいる、切り返し、佐野コーナーが狙った、キーパー正面、ルーズボールに対応して体を張ったディフェンスを藤枝が行ってますね、はい、さてここで受けて河合です。もう一度河合、田部井が欲しがってますが、この位置まで降りてきたムーク、ちょっと引っかかってカウンタースペース、カバーに入るがどうか、横山、優しいパス、大きい左足シュート、カウンター、炸裂、藤枝最後決め切りました。岩渕亮太、今シーズン4ゴール目です。飛び出しも良かったですけれども、中に1人2人とフリックフリックみたいな形でシュートになりましたよね、はい、ただまあ2トップ、そして1トップしたという形、布陣で岡山点を取りに行くということですね、はい、その交代からそのチアゴ・アウベス入れ替わった、おっとこれは倒してしまった、カードの対象になりそうです。どう判断しますかね。ちょっとレッドカードが出て、ここで一発退場、1対1の決定機になったところ、左手でしょうかね、そこでファールをしたというところで、そうですね、レッドカードになりましたね。手の部分がねちょっと印象悪かった部分で、ここで久保です。久保東次郎、時間も使います。久保から中浮かせていった、さあ抜けてきた久保、なんと藤枝3点目、最後は走って久保東次郎、今シーズン4ゴール目、数的不利藤枝、大きな大きな3点目を取りました、0対3。
右サイドを駆け上がってきて、ここでね無理に攻撃をしないのかと見せつつ、中にドリブルで入ってから一気にスローからクイックなんですよね。この浮き球のパスもシュート打ちやすかったでしょうし、よく背後に出て右足を振り抜いた、本当に技ありのシュートでしたね。ここは最後本山当たってステファン・ムーク、まだボールつなぐ岡山、さあ入ってきた、仕掛けてきた、ボックス内切り返す、福本にはシュート打てない、もう一度岡山ボールです。すぐさま矢村ふた、ステファン・ムーク、ムーク上げる、柳飛び込んできた、1点返しました岡山。サイドからフィニッシュ柳安坂、今シーズン3ゴール目、1対3ホームで意地を見せます、ファジアーナ岡山。岡山の選手もクロスが入るときにもう足が止まっているんですよね、相手のゴール前で、はい、ですが柳だけは入り込んできましたからね、はい、サイド柳、セカンドボール、坂本伊佐、坂本伊佐ブロック、坂本、坂本伊佐2点目取りました、ファジアーナ岡山、セットプレー最後フィニッシュ坂本伊佐、開幕戦以来の得点です。これで2対3、まだ分かりません。いや、ここもまず柳で、その後坂本、バントラップから、まずは右足のシュート、ここ体張ってブロックして、その後の右足のシュート、シュートを打った後にボールから目を離さなかったのが、はい、2度目のシュートに行ったところで良かったですよね。ここはね本当に反転からシュートも良かったですけれども、すかさず連続でのシュートでしたからね、はい、ここは当然時間をなんとか稼ぎたい。そうですね、あとは両チームこの時間との戦いですからね、はい、岡山ボール、ただ目安の6分は過ぎてます。ここで試合終了の笛、大きなガッツポーズ、須藤大輔監督、藤枝舞 FC、 これで3試合負けなし、 J2 リーグで今シーズン10勝目を飾りました。